うっす、ハートということで、ハートフル彼氏の時期を続けていきたいと思います。ねえ、もう、ツッコミ疲れたよ。ツッコミ疲れたよ。でも、まだまだツッコみたい。悔しい。私、ハートに魅了されてる。というわけで、今日は七夕祭。今年も広場に、今年も広場にガタテされるかも。ガタテされるかもって何？せっかくだから私も短冊に何か書き込もうかな。5000兆円欲しい。チャンネル登録者さんが10万人欲しい。ねえ。マイクラとかでも言ったんですけれども、ね、今月中に1000人集めなきゃいけないんだ。なかなか無理なんですけども、無理じゃない、無理じゃない。わあ、もうたくさん短冊がついてる。これどうやってつけたの？ハト。誰か知ってる名前はないかな？今日も母さんが元気で過ごせますように。それから僕の胃腸が強くなりますように。りょうた。ねえ、なんかちびまる子ちゃんの山根くんみたいな感じなのかな。しかしなんかこの表示の方法ってこう、ポプテピピックの、ポプテミクジみたいになってるね。なんて読むの？英語？英語ならいざ知らず。筆記体？ S レベル。インポッシブル、メント、ポーリフ、読めねえよ。読めねえわ。夜空にきらめく星たちの歌声が聞こえるかい。彼らの祝福と君と共に。10日朝職員会議、30分早く出勤、目覚まし時計買い出す、起きられますように。水曜日生ゴミの日忘れないこと。これメモじゃねえか。乱世を制する名軍、力で全てを破壊する覇王になりたい。その名は剣豪、剣士郎。お前はもう死んでいる、北斗の、もういいよ。乱世を制する名軍師になりたい。諸葛孔明殿、あんたたち黙らっしゃい。孔明殿に何たる口ぶ。神絵師になりたい。なんとか、なんか神絵師になって、すごいコスプレで、ツイッターの RT 稼ぎたい。神絵師になりたい。神絵師になりますように。あれ、アッカーマンさんだよね。あ、先生。ダメだよ。あんまり遅い時間まで女の子一人でいるなんて。今更だけど女の子設定だったね。先生は今帰るところなんだけど、よかったらお家まで送っていってあげるよ。もうちょっと遊んでから帰ります。いえ、もう少しここにいます。そう、あまり遅くならないようにね。そういえば、キーマに、通デラでのロケで今日からじゃん。ゲーセン寄ってから帰ろう。マジ、あげてんだよ。あげぽよ。あげぽよって言わない。聞かないね。今日は選択科目の日。好きな科目を選べるけど、どの授業を受けようかな。体育これ以上増やしてもしょうがないよね。でも、だからこそ、逆に体育、体力を上げるって感じ。ねえ、でもやっぱセンス増やしたい。いいセンスだ。いいセンス。今日の合奏の担当バトはティンパニー。いきなりティンパニーってすごくね。前回はどうだったよ。どうして私ばっかり、あ、ドラか。授業級担当なんだろう。ヘビー級？いや、それ人間だからじゃない。夏がのレベルが上がった。センスが5上がった。今日は3年生とボードの水泳授業。いや、左上見てほしいんですけれども。もう7月なんだけど。みんなの水に濡れてしっとりとした羽毛にドキドキしちゃう。すげえハイレベルな、あれだね。思考をお持ちですね。サリュー、昨夜、泳ぐ姿も決まってるね。バカにしてるのか。
まさか褒めてるのさ、優秀な弟を持ってて俺は幸せだね。貴様が私に話しかけること自体が侮辱行為だ。雑種名雑種見果ての夢の、どうせ泳ぎもろくにできないんだろう。ふん、それはどうかな。試してみるかい。俺と君どっちが早いか。ボンクが、試すまでもなく、すでに答えが出ている。しかし宣戦布告を無視しては、ルベルの名を折れた。特別に受けて立ってやる。なずかちゃん。あ、はい。君にジャッジを任せないんだけど、頼まれてくれるかい。これあれじゃね、同時に、ほぼ同着して、主人公がどっち勝ったかっていうパターンの選択肢じゃない。わかりました。公正に判定することをここに誓いマッスル。マッスル、マッスル。ハッスル、ハッスル。やばくない？当然だ。ちなみに一応好奇心で聞いてみようかな、夏が。夏がちゃんはどっちが勝つと思う？勝ちそうなのは。昨夜くんじゃない？昨夜くん勝つと思います。鳥貴族だし。どうだ、人類も私の実力を認めているぞ。なはは、手厳しいね。よーい、ドン。やったやった、今夜はドンカツだ。一斉に飛び込む2羽のクジャクバト。さあ、一斉に飛び込んでまいりました。この2匹、姿は似ていますが、まるで兄弟のよう。本人たちは兄弟と語っていますが、古来。すごい、どっちも速い。構造的に泳ぎに不向きな骨格なのに。ちょくちょく入れてくるこの鳩豆知識なんだ。このゲームが終わる頃には鳩に詳しくなってる。ほとんど横並びになってるように見えるけど、結果はゼーハーゼーハーで、どっちだったんですかじゃん。本当に本当に微妙な差なんですけど、先輩がちょっとだけ早かったです。だってさ、昨夜くんが明るさまにギリギリしている。これは何かの間違いなんだ。日を改めて再戦する。俺は構わないよ。お前からの挑戦ならいつでも大歓迎さ。坂崎先輩、なんだか嬉しそう。昨夜くんと話す口実ができて、機嫌がいいのかな。今日は期末テストを帰ってくる日。うふ、毎度のことながら緊張しちゃうな。バッカーマンさん。はい。すごいね、伸びてるよ。これからも頑張るんだよ。はい、頑張ります。やった、絶好調。絶空調で絶好調。今日は終業式、一学期ももう一学期も終わっちゃうんだな。長かったようで短い一学期、そして待ちにも早えよ。早えって。生徒会室も学期末の大掃除をするって言ってたっけ？そりゃ生徒会に入ってたっけ？そりゃ副会長だったね。あんまり待たせると昨夜くんどれだけ機嫌が悪くなるかわからないし、早く行かなきゃ。遅いぞ。走ってきたんだけど、やっぱり怒られた。ごめんね、昨夜くん。じゃあ掃除を始めよっか。うむ。掃除はしてくれんだ、貴族。まず椅子と棚を動かせ。ほこりが溜まっている。うんうん。それから戸棚の中だ。書類を日付順に整頓しろ。うんうん。そして床掃除。最低3回は全面を磨け。あとは窓ガラスと。ちょっと待って、昨夜くん。それもしかして、それ全部私がやるの？他に誰がいる？お前がいるだろうが。ここは反論しておくべきなのかな。いや、反論しとこうよ。昨夜くん、副会長は雑用係じゃないよ。そうなのか。生徒会長を補佐するのが副生徒会長だよ。主役は昨夜くんなんだから、むしろ昨夜くんが主導権を持って掃除に当たるべきなんじゃないかな。だからこうして指示を出しているんだ。もうそうじゃなくて、はい、モップ一緒にやろう。モップ持てんの？なんだと。使い方ぐらいはわかるよね。じゃあ始めようよ。もしかしてモップを持ったことないとか。当然だ。そんなところを偉そうにされても。昨夜くんはしぶしぶ一緒に掃除を始めた。前から思っていたけど、昨夜くんって意外に素直なところがあるよね。さあ、手早く済ませて気持ちよく夏休みを迎えよう。夏休みだからって油断してると、すぐ夏休みぶどう行っちゃうよね。って言っちゃう場所じゃねえよ、ここ。ホラー穴だよ、どう見ても。仮民族は体が資本なんだし、ちょっと今日は気合い入れた走り込みしようかな。競争役グレード飲もうぜ。
ちょっと待って、今マジ崩壊した映画映んなかった一瞬。充実した夏休みのスタート、いわゆるランニング女子。何キロぐらい走ったのかな。ランニングハイになると周りが見えなくなっちゃうよね。どこだろうここ。ほんとだよ、どこだよこれ。ねえ、さっきのホラーの夜だいぶ良くないこれ。我を忘れて走りすぎて見知らぬ土地に来てしまったみたい。家どっちだろう。私としたことが奇数本能に、見放されるなんて すぎるわ。すぐに日が暮れてしまいそう。見知らぬ土地で野宿は避けたいな。ちょっと待って、サバイバル能力高すぎない。本当に何ハンターなの。何調査団5団第5期調査団なの。そこのあんた、あんた未来のためにどっかに行ったんだよ。気づけば私のそばに一番の桜文章が待っていた。そばには救いたおうと思っている。ブラスター、ちょっとフォルムな感じの可愛いスクーターだな。こういうスクーター欲しいっすね。しかしこのなうやむにならぬ威圧感、私は直感で刺さった。この桜ベンチをただものではない。学園長のハートルです。走り込んできたらここまでしちゃって。学園長から。本当はあんた随分いい足してんだね。こっからあんたの地元までは車で2時間かかる。そんなに海で疲れてるわけだ。車で2時間でしょ。60キロ、時速60キロでしょ。120キロってこと。1日走って120キロ走るのすげえや。あんた、その根性、あたいとしては認めてやらないわけにはいかんね。あたいが送ってやるよ、飲んだ。威圧感を戻った桜文鳥は、桜文鳥はのスクーターを伏した。ちょっと幼いけど何とも乗れるかな。そんなことはねえだろ。あの文鳥さんのお名前は。あたいはあなる。たこ焼き屋の小芝あざみだ。アダムと連動くれよ。じゃあよろしくお願いします、アダム姉さん。姉さん安全運転なんですね。ソウルに刻んで覚えておきね。注意一瞬怪我一生、事故が起こっちゃ元も子もないんだよ。そうだそうだ。あんたみたいな若い子にはわからないかもしれないけど、失ってから気づいたって遅いんだからね。姉さん何かあったのかな。姉さんの目がどこか遠い。そりゃそうなんだけど、この調子だといつ家に帰れるかわからないよ。スクーターは制限速度の上限30キロなので、4時間はかかるんじゃない。私夜明け前に戻れるのかな。大丈夫大丈夫、4時間あれば帰れる。ソウルに刻んでおきな。刻んで覚えておきな。何、流行語大賞狙ってんの。スクーターの法定速度は最高時速30キロ。そうだそうだ、どうりで遅いわけだよ。道路交通法は最低限守るべき仁義ってやつだからね。いや法律だよね。ちなみにですね、原付2種っていう区分がありまして、ね、スクーターでも150cc 以上は装置になるのかな。そっちの方は制限速度が60キロです。じゃあこんな小さいスクーターで二人乗りもダメなんじゃないですか。そいつは人間が作ったルールだろ。うちら軽いからね、多少人数が増えたところでブレーキの性能に差はないのさ。だから庭乗りも OK ってわけさ。私は人間なんだけどな。ちなみに二人乗りも125とか 50cc はダメだったはずだよね。この後もあざみ姉さんの安全運転は続いて、帰宅する頃にはすっかり夜が明けていたのだった。2学期まではまだまだたくさん時間があるな。その分宿題もまだまだあるんですけどね。というわけでいいぐらいやってるので、今日もここで終了していきたいと思います。それでは次の動画も期待してくれよな。それではまた。